出たー、マッハブリードだー。自分にかかる速度を追跡し、停止しない限り無限に加速し続ける。これがランナーズハイ、止まるレンレン選手のノーブルワンツ。そのスピードはすでに音速を超えています。驚いたっしょ黒金くん。ああ、さすがに生徒会役員を務めるトマルさんだ。目ではとても追いきれない。うおっと、隊長選手ジャンバトンを振ります。それがしの能力は斬撃重量の累積加算。振り回せば振り回すほどに重くなる。すでに騎乗に勝ち目はない。これぞデストロイヤー隊長イカズチ選手のノーブルアーツ。ステラバービリオン選手絶対絶命か。クレッシェンドアックス、ブラックバード。覚えておくといいわ先輩、力も異能も小細工も全てを真正面からねじ伏せる。それができるからこそ私は A ランクなのよ。参りました。完勝、アナザーは黒金一騎選手。生徒会役員を打ち破り依然無敗を継続。今年の1年生は強い、強すぎる。なお実況は月読み三日月、月読み半月でお送りしました。 See you next battle。だから今打ち破るのさ、そう明日を探る想いどうも全力で。おめでとうございます、お兄様。さすがに手首が痛いけどね。大丈夫ですか、雫が添い寝して看病しましょうか。いつまでくっついてんのよ雫。一気も自分から振りほどきなさい。お兄様、こんなにも兄を慕う妹を邪険にしたりしませんよね。うん、しないよ。わかりましたか、無関係のステラさんは口を挟まないでください。無関係じゃないもん。へえ、じゃあどう関係があると。それは。ねえ一輝、あれいつまでほっとくつもりなの。ああ、やっぱりアリスは気づいてたんだ。兄様、一体何のことですか。うん、僕誰かにつけ回されてるみたいなんだ。うわ、それってストーカーですか。ストーカーってあれよね、手紙にヒゲ剃り入れて送りつけたりする。ステラさん、カミソリの刃です。ヒゲ剃りのまま入れてどうするんですか。うるさいわね、ちょっと分解し忘れただけでしょ。もう1週間になるわよね。一輝が何も言わないから私も黙ってたんだけど、そろそろ確かめたら。そうだね、何が目的なのか本人に聞いてみようか。そこで隠れてる人、僕に何か用かな。この人が、あれ彼女どこかで。あ、違う、これは違うんだ。僕は。あ、そっちは。助けてくれてありがとう。僕はその3年のあの。どうかしましたか。だって男の子と目を合わせるなんて恥ずかしくて。ずいぶんシャイな先輩ね。僕は3年1組の綾辻綾瀬。綾辻、もしかして先輩は綾辻海斗さんにゆかりのある方ですか。綾辻海斗なら僕の父さんだけど。やっぱりそのしないだこといい、そうじゃないかと思ったんですよ。ねえアリス、綾辻海斗って。そう、私は知らないわ。ラストサムライと呼ばれた天才剣士ですよ。天竜御前試合、東西統一戦、武蔵杯、縦断戦、名だたる全ての大会で優勝し、剣の世界で栄光を欲しいままにした、まさに達人です。ブレイザーではないので世の中ではあまり知られていないんですけどね。僕も子供の頃カイトさんの試合映像を見て剣の勉強をしてたんです。本当？ええ、カイトさんの娘さんに会えるなんて感激です。そういえば最近お名前を聞きませんが、どうされてるんです。試合中の事故で
入院してるんだ。そうでしたか。すみません、変なこと聞いてしまって。そんな気にしてないよ。黒金くんみたいなすごい人が父さんを慕ってくれてたなんて嬉しいよ。ありがとう。そんなことよりお兄様をつけ回してた理由を聞かせていただけますか。どうせいやらしい欲望にたぎった視線をお兄様に注いでたんでしょうけど。そうなの。さてどんな罰を与えましょう。違うよ、そういうことじゃないんだ。黒金くんに剣術のヒントをもらいたかったんだ。一人で綾辻一刀流の修行をしててもどうにもスランプ気味で、けど知らない男の人になんて話しかけていいのかわからなくて。それで1週間僕になんて話しかけるか考えてたんですか。お恥ずかしながら。あらあら、本当にごめんなさい。綾辻さん、よかったら僕と一緒に剣術の修行をしませんか。さすがに基礎がしっかりしている。決して型を忘れず、しかし型にはまらず、レベルが高いけど。あいついさん、ちょっと止めて。どうしたの黒金くん。もしかして綾辻さんが伸び悩んでると思うのはカイトさんに追いつけないって感じてるからじゃないですか。そうなんだ。どうやっても父さんのようなキレのある動きができるようにならない。父さんの動きは完璧に覚えているはずなのに。それがいけない。カイトさんの真似をする、それが伸び悩んでいる原因だ。父さんが間違っているっていうの。そうじゃない。カイトさんと綾辻さんは性別が違う。つまり骨格も筋肉のつき方も変わってくる。元の完成度が高ければ高いほどその差は如実に現れる。そういうことか。すごい、さすがは黒金くんだ。今の綾辻さんの動きをどう矯正すればいいのか僕の中に考えはある。でも綾辻さんがカイトさんと全く同じ剣を使うことにプライドを持っているというなら、それを無理に変えるべきじゃない。これは一度矯正したら二度と元には戻らないから。教えてほしい。僕はどうしても強くならなきゃいけないんだ。分かった、任せてくれ。構えてくれる。はい。何やってんのよ一輝。綾辻さんの構えを正しい形に変えるんだ。綾辻さん、恥ずかしいだろうけどちょっと我慢して。はい。動かすのは本当に少し、ミリ単位だ。その変化を感じ取って位置を覚えられるように集中して。分かった。女性が男性に比べて格段に優れているのは関節の柔らかさだ。特に股関節、女性は妊娠するために骨盤が広がっていて、その分股関節が外側に張り出している。つまり男性のものよりずっと可動域が広く、横の動きに強い。これは女性にしかない武器だ。股関節で全身の動きを作れば綾辻さんの全ての動作がもうワンテンポ速くなる。よし、これでいい。自分でやっといてなんだけど大丈夫？大丈夫。じゃあ構えてみて。はい。どう？少し窮屈な気がする。いずれ慣れるよ。まずは実感してみて。行くよ。見違えたわ。なるほど、攻撃を受け止めるのを腕の力から下半身全体に変えたのね。すごい、すごいよ黒金くん。僕がずっと悩んでたことをこんなにすんなり解決するなんて。黒金くんは剣術博士だね。よかったよ。その称号は微妙に嬉しくないけど。ごめんね綾辻さん、さっきはそのベタベタ触っちゃって。黒金くんには本当に感謝してる。それに黒金くんの手、ゴツゴツして大きくて、まるで
父さんの手みたいでなんだか嬉しかったんだ。この手が褒められるとはね。僕はそういう手すごくかっこいいと思う。まっすぐ何かに打ち込む人は好きだ。あ、今のはその明日の意味じゃないよ。断じて人間的に好感が持てるってだけで。分かってるから落ち着いて。しずく、悔しくないの？先輩だけ一気にペタペタされて。別に、あくまでも剣術の指導ですし、どこぞのメス豚と違ってお兄様に色目を使ってるわけじゃありませんから。誰がメス豚よ。それに私はお兄様が幸せになるなら相手は私でなくても構いません。え？その人がお兄様に幸せを与えてくれるのであれば、お兄様を裏切らず悲しませないのであれば、私は喜んで祝福します。もっとも私以外にそんなことができる人間がいるとは思えませんけどね。しずく、あんた結構大人なのね。ちっこいくせに。あなたがいろいろ大きいくせに子供すぎるんじゃないですか。あと足太いですよ。太くない。僕、黒金くんに教わればもっともっと強くなれる気がするんだ。だから明日からも一緒に鍛錬してくれないかな。もちろん。僕は強くならなきゃいけないんだ。何が何でも選抜戦を勝ち抜いて七星剣舞祭に出なきゃ。ねえ、イキ。ん？どうだった？綾辻先輩の体ペタペタして。感想なんてないよ。信じてよ。僕は単純に綾辻先輩に上達してほしいだけなんだ。分かってる。でもちょっと不安になっちゃって。安心して。僕が好きなのはステラだけだから。一気今の踏み込み早かったわ。ありがとう、バーミリオンさん。毎日本当にありがとう、黒金くん。今日は僕がご馳走するから、二人とも何でも好きなもの食べてね。ありがとう、綾辻さん。けど、ステラ、ちょっとは遠慮した方が。仕方ないでしょ。これくらい食べないと体が動かないのよ。なるほど。ミックスグリルを4人前とステーキ3枚。それでそのくびれってのは納得いかないけどね。おう。黒金くんに教わるようになって毎日が発見の連続だよ。少しずつ、本当に少しずつだけど、父さんに近づけている実感もあるんだ。黒金くんには感謝してもしきれないよ。全ては綾辻さんの努力あってこそだよ。それに綾辻さんならいずれ一人でも気づいていただろうし。いずれじゃダメだったんだ。奪われたものを取り戻すには。おお、綾瀬じゃねえか。おお、綾瀬ちゃん、最近顔見せねえと思ったらおひそーってな。てめえ、クラウドが話しかけてんのにしかとか。悪いけど連れが嫌がってる。離れてくれないか。だってめえは生言ってった。殺すぞ。てめえ健脚だな。悪かったな、ブラザー。食事の邪魔してよ。懐かしい顔がいたもんでつい話しかけちまった。詫びの印だ。受け取ってくれ。あ、いただくよ。見客が油断してんじゃねえよ。キキ、黒金くん、さすがクラウド。相変わらずぶち切れてるぜ。おらよ、
てめえみたいな剣術小僧をぶっ壊すのが大好きなんだよ。さあやろうぜ。持ってんだろデバイスを。このクソ野郎、消し積みになる覚悟はできてるんでしょうね。ステラ、少し彼の手が滑っただけだ。何も喧嘩するようなことじゃない。何言ってんのよ。マジかよ、頭割られてヘラヘラしやがるぜこいつ。てめえ金太郎ついてんのかよ。いくらクラウドが怖いからってプライドなさすぎじゃないですか。です。やめだ、こんなチキンに絡んだらこっちの格まで落ちちまうぜ。おい行くぞてめえら。バイバイ腰抜けくん。よかったな、クラウドが弱い者いじめしないやつで。弱くてラッキーでちゅね。どういうつもりよ一輝。あんなクズどもに好きかって言われて、大体最初の一撃だってわざと避けなかったでしょ。下手に避けたらややこしくなる。こんなところで揉め事を起こすわけにはいかないよ。デバイスを使えば退学だ。それはそうだけど、一気ならインテツを使わなくてもあんな連中。それはどうだろう。彼は相当強い。いや、災難だったね、厄難だったね。目についた人間誰彼構わず噛みつく鈍狼学園のエース、ソードイーター倉敷クラウドに絡まれるなんて。だけど君の判断は正しかったぜ黒金くん。何しろ彼は去年の七星剣舞祭ベスト8だからね。ええ、全くその通りです。もしあなたたちまで暴れ出したら、この場で私が全員取り押さえなければならなかったところです。一輝、こいつら誰なの？波群学園生徒会副会長禊宇多方さんと会計の東徳原奏太さんだ。生徒会。さ、治療しようか後輩くん。頭の傷見せてみるがいいさ。黒金くん、怪我は大丈夫？うん、禊さんのおかげでね。治療っていうか、まるで傷そのものがなくなったようだったけど。それより先輩、あいつら何なのよ。答えたくないなら答えなくていいよ。でももし何かトラブルがあるなら、友達として力を貸したい。黒金くん。さっきの腰抜け、正真正銘の弱虫だぜ。ありゃそこまでされてヘラヘラしてたしね。ありえぬ。まあクラウドに逆らわないだけ利口ってことじゃねえの。1、2、3、1、2、3。結局あれから一度も来なかったわね先輩。ステラさんにとってはその方が都合がいいんじゃありませんか。散々焼きもち焼いてたんですから。それとこれとは別問題よ。わがままな人ですね。あと足太いですよ。太くない。太いんですよ。私は標準よ。って思うじゃないですか。彼女本当に音沙汰なし。どうして。彼女の目的が七星剣舞祭に出ることなら選抜戦では一敗もできないわ。けれど明日のあなたとの試合に勝てる見込みはない。ならば彼女は事前に何らかの手を打ってくる。違うかしら。アリスは本当に鋭いね。いかにも罠ね。あやつじさんはそんな卑劣なことをする人じゃないよ。彼女は僕のこの手を好きだと言ってくれた。だから僕は会いに行くよ。眩しいわねあなた。眩しい。
ええ、とっても。たまに羨ましくなるわ。私はどうしても人をまっすぐ見ようという気になれないから。でもそんな私だから気づけることもある。もしもの時は彼女との縁を切る覚悟をしておいた方がいいわ。半端な動揺を引きずらないためにもね。ありがとう。でも何があっても僕は揺るがないよ。ステラとの約束を果たすために。